チャルのじゃろり2000娘 YouTuber おじさんのネコマスです。今日は、アキネーターをプレイしていこうと思います。で、アキネーターっていうのは、一人の人物を思い浮かべて、でその人物に対する、いくつかの質問があるので、それに対して答えていくと、このランプのおじさんがどんな人を思い浮かべていたのか出てくれるっていう、現実というか、人工知能を使ったウェブサービスなのじゃ。ということで、今回ね、わらわがこのアキネーターに出てくるのかっていうのを検証していきたいと思います。じゃあ、この今からわらわが、わらわに対する質問を私が答えていこうと思います。質問その1、これ難しい質問だよね。これは範囲が近いところだったら、こっちはついてないけど、あっちはついてるので、これ禁止だと。いや、禁止だと。